こんにちは、にじこです。ちょっと皆様、ツイッターのトレンドにパン1ってのが上がってたの見ました？神がかったステージの後ね、お姉様のお宅でおくつろぎだったんでしょうか。ご両親もいらっしゃったのかもしれませんね。もう思いっきりくつろいでるんだってのは伝わりましたね。パン1の風さんがおいっこちゃんを抱っこしてね、もう面白いね本当に。なんかもう本当に必ずなんかこうみんながわーキャーってなって、もうもう素敵キャーとか、もうかっこいいとか、もう神がかってるとかね、天使とかってなった後に必ず落とすような何かをね、こう投入してくるっていうね、もうパターン化してますね。面白い。まあでもオンはオン、オフはオフ、もう全然ね、そりゃ違いますよね。でどっちもわしやでっていうね、そういうことなのかなと思ったんだけど、この振り幅がとてもよろしいですね。はい、もう面白い。はい、そしてこれは風さんからのコメントね、楽しめますように自分をケアしてあげてねとか、暑いから、暑いけど夜は涼しいから対策してねとか、もうね、まめにツイートしてくれて嬉しいですよね。本当にありがとうございます。ラボールサボールスタジアムライブあとパナスタね、なんだっけ、意味読めなかった。もうこういうツイートがね本当嬉しい。これこの子何ですか、このキャラは。パナスイタースタジアム、パナソニックスタジアムのキャラクターなんでしょうね。ね、また伝説を作りましたね、風様ね。かわいいね、この子ね。またこの子売れちゃうんだろうな。はい、そう、ラボールサーボールスタジアムライブアットパナスタ、音楽的にも演出的にもコンセプト的にも今表現したいことをすべて、いやそれ以上にさせてもらえた2日間のお祭りでした。どうしましょう、感謝しかありません。でもこちらこそもうどうしましょうですよ。もう感謝しかないですよ、本当に。本当に風の秋祭りでしたね。お祭りでしたね。あ、これね、ヤフさんが笑ってて嬉しい。そう、これね、ダンサーの皆さんもたくさんダンサーズがいらっしゃいますよね。でみんな名前がこうちゃんと紹介してあって、風さん全員覚えてらっしゃるんですよね。でこれがまたなんかね、なんと言っていいのやら、表現しがたいお写真です。素敵ですけどね。はい、こんなタンクトップあります。はい、気をつけて帰ってね、本当にありがとうって。これもね、これ1日目の後ですよね。ね、これはもうこの3点セットはもう一番売れたんじゃないですか。そんなことないかしら。でこれがね、私も買ったんですけど、あー、かわいい、こんなになるんですね。ね、もう10日初日の10日より種をまいていた野菜館ですって、こんなに育ちましたってね。楽しみ、私も。でこれがダンサーの皆さんをね、こうやって紹介してるんですけどね、旗にね、皆さん持ってた旗に風さんがお一人お一人違うメッセージ書いてるんですよね。そこがまたすごいですよね、風さんだね、さすがね。それでなんか今回お衣装がね、ダンサーズの皆さんのお衣装も、そう、この風さんの衣装も、これ翔山さんとね、和っていうか、なんだろうな、なんか丹前みたいな、丹前ってわかります？なんか丹前みたいな形じゃなかったですか。ちょっとそういうイメージないですか、ダンサーズの皆さんの衣装。そんなこと思うの私だけでしょうか。で風さんもなんか赤いサックス吹いてた、もうひっくり返りそうになりましたけど、あの時のお衣装がサムエチックな、サムエのデザインに似てるような、そんな感じがしたんですけどね。でこの白いお衣装はなんかお釈迦様のようだと私は思っちゃったんですけどね。
なんかもうとにかくいろいろすごくて、ちょっとどっから話していいのかよくわからないんですけども、支離滅裂なんですけど、いいですか。もういろいろ話したいことあるんだけど、順を追ってがよくわからない。でなんか瀬戸利を載せてくれてる人がいてね、順番が分かったんですけど、記憶がもう飛んじゃっててねもう飛んじゃってますよ、もう。でその瀬戸利を見たらなんとなく思い出したみたいなとこがあるので、思い出しながら話したいなと思ったんですけど、あ、でその前に明日の夜9時からライブ配信をいたしますので、よかったらお越しください。なんで明日かっていうと、週末私のっぴきならない用事ってコミュニティにも書いたんですけども、実はピアノの発表会どうでもいいピアノの発表会がありまして、風よを弾くんですけど、ブブタンさんの簡単バージョンの楽譜でね、これしか弾けないんですけど、でもなんかベースと合わせてくれるっていうんでね、ちょっとどんななるのみたいな、そんなにちょっと行くのでね、ちょっと週末できないので、で1週間待てないし、1週間以上で明日ということになったんです。よかったらね、平日で申し訳ないんですけどお越しください。でまあいろんなね、今回ミラクルやアクシデント、ハプニングがあったので、また別にニジコのパナスタ日記っていうちょっと脳天気なの撮ろうかなと思ってるんですけど、よかったらそんなのも見ていただけたらと思います。あとグッズの紹介も別撮りで撮ろうかなと思ってます。もうアホみたいに買いましたんで私本当にはいはい。それでね、そうライブなんですけど、すごかったね。もうこれしか出てこないんだけど、もう最初で私はね、かぼちゃ席だったんですよね、アリーナので。だけどね、やっぱりアリーナね、代々木の時もそうだったんだけど、アリーナで私全然真ん中よりちょい前ぐらいだったんだけど、前に背の高いお兄様方がいて、もう全然見えなかったんですよ。で今回も、あ、どうしよう、また大きい人来ませんようにとか思ったら、割と小柄な方が、女性ばっかりでよかったんですけど、ただちょっと花道の風さんを見ようと思ったら、ちょっとおじさまがいらしてね、なかなか、まあそんなしょうがないですよね、まあ、でも見れた方だったと思います。間近であんな距離で見れるとは思わなかったんでね、ありがたかったんですけど、はい。で画面がすっごかったですね、大画面、何ですかあれ、もうドーンって目の前に風さんの大画面がこう飛び込んできて、で私のちょうど視点だと大きな画面の風さんと生風さんがこう重なるんですよね。またそれがなんともね、でなんかこう最初こう虹みたいな、うわーってすごいの出ませんでした、なんてコンピューターグラフィックなんていうのわかんないけど、もうダッチ監督のもうなんか本気の仕事っぷり、もうやったるでみたいな感じがね伝わってきてね、いやもうすごかったですね本当に。そして風さんのお衣装が本当に綺麗なドレープがもうね、でなんかね、どこで見たんだっけ、ツイッターだったかな、衣装のデザインをされた方のを見て、もう生地からもうなんか試行錯誤されたような、もう本当にかなり力を入れて作ったお衣装だったっていうのが伝わりましたね。綺麗なドレープでしたよね。であれが本当にお釈迦様の袈裟みたいな感じでね、でまた白というかオフホワイトというか、お色がまたね、もうなんてもう表現しがたい、もう本当語彙力なくすってまさにこのことかって感じなんですけど、でそう途中のね赤いお衣装もまた、あの時は本当ぶっ倒れそうになりましたけども、サムエのようなデザインのような感じでね、そうコンセプトは何だったんでしょうか、和でもなんかダンサーの皆さんの衣装がその丹前ってさっき言ったけど、なんかほらあそこなんだっけ、幸せの国、ビルマじゃなくて、
あそこちょっとド忘れしちゃった、ごめんなさい、幸せの国、あそこのなんかあのなんていうの、皆さんの着る衣装にも似ているようなちょっと着物チックなね、なんかなんでしょうね、なんでしょうね、またその辺も、あ、ブータン、ブータン思い出した、ブータンの、ね、皆さん着てる衣装にも似ているような感じがしたり、うん、まあ、分かんないですけど、はい。で、その演出もね、あの火花バーン上がりましたよね、火花バーンパンパンって2回ぐらい上がったかな、もうあれもすごかったし、あれ前の方の人熱くなかったのかしらとか思ったし、もうあと花火がもうパンパン上がるのはね分かってたんですよ、分かってたんだけど、いやもう最後のバーンドーンっていうのをドカーンっていうの地響きするような、いやーすごかった、あれはもう本当にもうね、もうなんか五感フルに楽しませてもらったって感じで、やっぱりね野外っていいですね、本当にお天気が晴れててよかった、いや雨でもね恵みの雨とは言うものの、やっぱりね今回晴れてて欲しかったね、そうで、ね本当になんか晴れててよかったっていうか、晴れすぎというか、もう夏みたいなお天気でね、ちょっとあの2日間だけ特別じゃなかったですか、だってまた次の日雨でちょっと気温も下がってね、なんかね2日間だけちょっと特別な感じしますよね。で3万人だったみたいですね、3万人かける3万人の6万人ね、でなんかものすごい応募が実はあったという話も、大阪じゃない吹田市長の話であるとかっていうのもちょっと見かけましたけども、いやまあちょっとびっくりしましたけども、まあそれだけの人気ということですよね。でもそれにひるむことなくね、人気者ってことは素晴らしいことですから、風さんはもう一人でも多くの地球人に知ってもらわないと、うん、まあ、宇宙人もいい、でもいいですけどね、はい。でなんか最初はね青空だったじゃないですか、でそれがだんだんこうラサカラーになっていってね、で気づいたら、もう気づいたらだったんだけど暗くなってたんですよね。なんかこういうのもね野外ならではですよね、うん。でライブが終わった後になんか私の手の上にポツンって来たんですよ。えっと思って見上げたら雨がこう上から落ちてくるのが見えたんですよ。私ああいうの久しぶりに見た気がするんですけど、雨が上から雫がこう落ちてくるのが見えるんですよ。なかなかそういうことってなくないですか。もうポツンポツンってこう落ちてくるのが見えて、わーってなんかすごいその様子に感動してて、でしばらくしてあ雨と思ったんだけど、まあでも大して降りませんでしたね。でも終わった途端にポツポツ来るっていうのがまたなんかこれできすぎじゃないですか、できすぎじゃないですか。もう本当にミラクル起こしまくりですよねチーム風はね。それで私その瀬取りを見ながらねちょっと思い出してメモってみようと思ったんですよね、記憶を思い起こそうと思って。でまあろくに思い出せないんですけどなん、最初なんなんだったじゃないですか、あの時お釈迦様お座りになってましたね、お釈迦風様、もう思わずうわーって歓声上がってましたよね。もうまさかあの姿でどうやって出てくるのかなっていうのをいろいろ想像してたんだけど、まさかまさかのあのお姿でびっくりしましたね。もうなんかねこれって何の祭典でしたっけみたいなちょっとなんかあれってなるぐらい、もういきなり神々しい方がいらっしゃいました。でなんてね元気にお歌いになられまして、本当にいやーすごかった最初から。でその次がデアンってね、もうみんなで踊ってね上がってね、
それでへでもねえよ次はね、なんかとにかく全部の曲がアレンジが違いましたよね。全部アレンジ変えてませんでしたね。全部アレンジ変えてるなと思って、うん。でなんなんはね、そうジャンピングピアノもあってね、まあ、あの私の位置を もう必死で見てましたけども、もうなんかこうね、なんか背中でしたけども、これ目の前で見てる人たちいるんだよなと思ったら、もうどんな感じだろうとか思いながらね。そう、それでその後がガーデン、このガーデンがまたね、なんかあの映像に花と風さんの映像、あれこれのために撮ったんですね。あのなんかもう本当になんかガーデンな風さんが、もうなんて言えばいいんでしょう、もうこんなに花が似合う人いますかっていうぐらい、もう一体化してて花の妖精かのようになってる風さんの映像を見ながらガーデンをね優しく歌ってくれてね、なんかあのベンチに座ってね、うん。でその後ヤバヤバ、もうヤバかったね。何がヤバかったか覚えてないんだけど、ヤバかったっていうのを覚えてる。めっちゃこの良かったってのを覚えてるんだけど、でその後ですよ、その後あれ何この曲って音が始まったら、タイキングさんのギターがなんかこうなんていうの、あの同じリズムで流れ始めて、んなんだこれはと思ったら、優しさだったんですよね。もう全然違うアレンジで、いやびっくりしましたね。本当にこれもヤッフルさんでしょうね。まあ風さんもちょっと今度はこういう感じっていうのを話したのかもしれませんけども、まさかのアレンジで、もうなんかあのまた全然違うんだけど、そのなんかギなんていうのバイオリンとかそういうのがない、うん、なんかこうシンプルなんだけど、そのまた違うこの優しさがこう来る感じでね、いいなと思って、でその後は新曲やりますって言ってみんながわーってなってね、で撮影 OK でね、なんとグレイスですよね。もうこのグレイスが本当、私もアップしましたけども、もうね、なんかあの踊りたい人もいただろうけど、片手で踊ってる人もいたけど、うん、いや素晴らしかった。もうなんか昇天してしまいそうでした、グレイス。そう、それでその後ですよ、また驚いたのが、あのなまたこれなんだろうと思ったんですよね。え、こんなリズムの曲あったっけと思ってね、レゲエと思ったら帰ろうですよ。びっくり。もうレゲエって、帰ろうとレゲエって真反対なものじゃないですか。だってもともとオリジナルの帰ろうってすごいなんかあのバイオリン あのストリーミングの美しい流れるような、もう本当天国がイメージされるような美しい美しいメロディーラインで、本当にあのなんかこのね、ミュージックビデオでも帰ろうは本当にコメント欄がもうドラマがいくつものドラマがあって、もう本当にもうなんとも言えない、まあ、風さんの代表曲の一つではあるんだけどもっていうふうに私は思ってるんだけど、あのっていうのもね、私がこういろんな人に勧めるとね、なんか沼ってない、まあ素敵よね、いいよねっていうぐらいな人いっぱいいるんですけど、みんなほとんどの人が帰ろうがいいって言うんですよ。私はいろいろおすすめしてるのにね、うん、みんな帰ろうがいいって言うんですよね。あとキラリね、うん、でやっぱり帰ろうで泣いてしまうとか言って、そうだから、そのやっぱりそういう癒しの愛の癒しの曲ではあるんだけど、あまりにもそのイメージが強すぎて、風さんもなんかちょっと戸惑ってるようなこと前おっしゃってましたよね。うん、あの陽キャな風ちゃんなのにってね、陽キャな風ちゃんなのは分かってますけども、まあでも帰ろうな側面もあるのも分かってるし、いろんな面が人は誰でもありますからね、うん、だけどあまりにもちょっと帰ろうのイメージがなんかちょっと神聖なとか、なんかあまりにもこう、うん、なんかこう人間離れしたこうなんていうのかな、ちょっと神がかった
その藤井風という人をちょ人間離れしたように捉えてしまう人もいたりするような、そういうところを危惧したのかな、わからないです、わかりませんけども、だから思いっきり振り切って振り切ろうって思われたのかなっていう気がして、でレゲエどう風まろみたいにもしかしてヤッフルさんが言ったのかなとか思ったりして、まさかのレゲエでも、なんかもういいですよね、なんとかその歌自体は変わらないんですけども、その、まあ、帰ろうって歌自体がその死を恐れるものじゃなくって、死っていうのは帰るだけのことで、幸せに帰るために今をどう生きようかっていう、そういう生きるための私はパワーソングだと思ってるんですけども、それをもっとライトにね、もっとライトに、なんかいずれ帰るってことだから楽しく生きようよ、楽しく生きましょうやみたいな、難しいことを考えんでもええですね、もう余計なことにとらわれんと今を楽しくみたいな、そういうメッセージを私は勝手に感じ取ったんですけどね、いやー面白いアレンジでしたね。でその後はさよならベイベー、これもノリノリでね、よかったね、もうみんなで手を振ってね、でその後ですよ、ピアノのもうなんかもう死ぬのがいいわのイントロもすごいピアノのねソロでしたけど、また全然違う、だけどなんかもう壮大な、もうクラシックコンサートですかみたいな、もう長めのイントロで何が始まるの何が始まるのと思ったらロンリーラプソディでしたね。これがまたね本当に良かった、もう良かったっていうかすごくって、カツエさんやっぱピアニストだなと思ってね、本当にもう何も言えねえ、素晴らしかった、これ近くで見たい人良かったですね。でその次がそれではで、これもピアノの弾き語りでね、やっぱピアノの弾き語り合いますよね。そして青春病、これもちょっと青春病のあたり記憶がもうぶっ飛んでるんですけど野ざらしダンスを楽しく踊ったのは覚えてます。でその後ですよ、死ぬのがいいわ、これでもお着替えタイムがあってね、それで真っ赤な風さんが上から出てきてサックス、もう本当私倒れそうでした、あれみんなよろけてたんじゃないですか、もう膝から崩れ落ちそうになったんじゃないかと思うんですけど、もういつも風さんのサックスっていうのはもう最初私が見たのはホールツアーのジャスト・ザ・トゥ・オブ・アスのサックスでのけぞったんですけど、その後は風よですね、アリーナツアーの時のあれももう なんという色気よと思って、で今度死ぬのがいいわ、もうこれはもうもう何ですか、もう色気のダム決壊大放出みたいなごめんなさい、ちょっと何言ってんだろう私、もうとにかくねもうすごかった。そしてもうサックスの音色がまたねもう美しいし、もう歌ってるみたいだったし、なんて澄んだ美しい音なんだろうと思って、まあ、さらにさらにもうどんどん上手くなってますね風さん、もうサックスだってもうサックス奏者としても全然いけますよね。いやもう本当にねのけぞりましたよ。でも呼吸するの忘れてて、そしたら次燃えよでなんだっけキーターでしたっけ、キーボードのギターみたいなやつね、あれでもあれがなんかいつもよりちょっとまた激しめじゃなかったかしら、もうあれももうね立て続けでもうフリーズしてましたね私ね。そしてキラリもちょっと私記憶がほぼありません。で祭りだよね、花火ボーンボーンってね、確かそうですよね、花火上がってね祭りだって感じでね、そうそれでなんか MC があって、あそれでどこかでどこだっけな、ロンリーラプソディの時だっけ、綺麗なモンス
てネガティブなもん吐いてみたいなね、風さんの言葉でね、スーハースーハーしましたよ。で最後旅路の前にまたなんかありましたよね、風さんの言葉が。うん、なんかあんまり覚えてないんだけどいろいろあるけど頑張っていきましょうやみたいなことでしたよね。ごめんなさい、ちょっともう記憶が覚えてる方いたら明日教えてください。もうとにかくね、もうなんかライブなんだけど、ライブであってライブじゃない、いやライブなんだけど、ものすごい 場に私はいるんだなと思って、でなんかみんな一つって感じがしたんですよ。もう愛の塊で、このスタジアム全体がもう卵のような、なんか見えないそういうものでこう覆われて一つになってるみたいな、みんな一つみたいな、なんかそんな感覚があって、あ、風さんがその場を作ったんだなと思って、もう本当にね、いやもう良かった、もうごめんなさい、尻滅裂ですいません。もう本当になんかこれ見てない人に伝えようと思ったんだけど全然伝わってないですよね。もうすいませんね。明日またね、皆さんのコメントをいただきながら整理できたらと思ってるんですけど、夜ね、21時から明日ライブ配信するので、まあだけど本当に行けてよかった、もう素晴らしいものを見せていただけて、もう風さんの本気、ダッチ監督の本気、ズッツさんの本気、スタッフ全ての本気、ダンサーの本気、もう みんなの本気の塊で、で見てる私たちも本気で、いやもう言ってる意味がよく分かんなくなってきた、すごかったです。はい、最後は発光してる風さん、これライト当たってたんですけどね、でも本当になんか神々しかったですって言わせてください。本当にそうだったから、もうありがたかったです。ということで、尻滅裂なまま終わっていいですか。すいません、ありがとうございましたではまた。